はい、まあそうですね、まあ、1クォーターの入りっていうところは、まあ、非常にロボッツらしい、展開ができたのかなっていうふうに思ってて、まあ、そこから、まあ、2クォーター、3クォーター、まあ、少しずつどん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 こう相手のペースになってき、てしまったのが、今日の、範囲かなというふうに思ってます。まあ、あのリバウンドのところも、まあ、マイナス1かな、ターンオーバープラス3ぐらい、はい、まああのまあ、自分たち、まあ、オフ明けということも、オフ明け、まあ、あのコロナの、まあ、延期明けというところもあって、なかなかこう難しい戦いではあったんですけど、まあ、非常にこう、まあ、ロボッツらしい、まあ、バスケットというところは、まあ、展開できていたのかなというふうに思います。まあ、まだまだこう改善しなきゃいけない部分というのはたくさんあるんですけど、はい、まあ、シュート確率のところも、そうですし、でまたどういうふうに、2点を取っていくべきなのかっていうところもそうなんですけど、はい、しっかりと改善してまた明日の試合に臨みたいと思います。はい、まあ、今日負けてしまったので、まあ、いろんなことを言うのは、まあ、キャプテンとしてどうなのかなというふうには思うんですけども、まあ、あの自分だけにフォーカスして言うとすれば、非常に、まあ、コートに戻ることができて非常に嬉しかったですし、はい、まあ、コンディションのところも、まだまだどんどん これから上げていけるのかなというふうに思ってます。はい、でまたこう、会場に来てくれてた、ブースターの方だったり、ファンの方々が、おかえりボードを、作っていただいてたり、でまたこう、ロボッツの演出のところで、いろいろこう僕に、まあ、フォーカスしてくれた演出だったので、まあ、非常に嬉しかったです。はい、ですがまあ嬉しかったからこそチームを勝たせてあげたかったなっていうふうに思っているので、はい、しっかりとまた、まあ、自分のコンディションも上げつつ、周りのコンディションも上げつつ、いい後半戦に臨めるようにやっていきたいと思います。はい、はい、まあ古巣って言ってももう僕が当時いた時のプレイヤーはもう浅山選手しかいないので、はい、まあ、フルス感っていうのがまあないんですけども、まあ、でも非常にこう、なんだな、まあ、知ってるプレイヤーであったり、まあ、仲のいいプレイヤーであったりっていうのがたくさんいて、はい、あの非常にこう、なんだろうな、まあ、欲を言えばやっぱり負けたくもなかったですし、はい、まあ、勝つことで、自分がここまで成長したっていうのを、見せたかったんですけど、はい、まあ、お預けを食らってるので、しっかりとまた明日、まあ、気負いすぎず、一生懸命、僕らしく、全力でやりたいなというふうに思います。はい、まあ、改善点を、まあ、挙げるならば、やはり、ニック・メイヨ選手を、どこまで、ストップできるかっていうところと、でやっぱり今日に関しては、そうですね、アイザイア・マーフィー選手であったり、まあ、フニュー選手のスリーポイントであったり、まあ、そういったところで、少し自分たちがこうガクッとくる、タイミングがあったので、まあ、そこをいかに、抑えていけるかっていうところと、まあ、あと寺島選手であったり辻選手も、今日以上に、まあ、またこう感覚を戻して、素晴らしいプレーをしてくると思うので、はい、まあ、自分たちはオフェンスではやることをしっかりやる、でディフェンスでは止めるべき選手をしっかり止めるっていうところ、であとはやっぱりリバウンドのところ、そうですね、あの外国籍選手が、広島は1人いないので、だからこそやっぱリバウンドのところで負けちゃいけないと思うので、はい、しっかりとリバウンドのところでも、戦って、明日しっかりと、ホームを守りたいと思います。